ウルトラマンとウルトラセブンの夢の共演。史上初の同時変身を見せてくれました。そして今回も夢のツーショットが実現。ウルトラ兄弟6番目ウルトラマン太郎と7番目のウルトラマンレオがテレビ初共演。ウルトラマン太郎の篠田三郎さんとウルトラマンレオの真夏龍さん。ウルトラマンレオ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 。ヒーローたちの貴重な撮影秘話が明かされます。太郎ってすごい日本的な名前じゃないですか。うん、初めはウルトラマンジャックとかね、ウルトラマンスターとかっていうのでスター、うん、企画書がね。さらにウルトラセブンも参戦し、ウルトラ戦士3人が豪華同時変身。スペーシアカスタムに乗り込んだウルトラのヒーローたち、地球の平和を守るため、いざ極上空間。今回のゲストはこちらのお二人。真夏、どうもすいません。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいませんね、運転させちゃって。そうだよ俺のが先輩でね、太郎のがな。あ、そうです、1年先輩です。1973年に放送スタート、日本中の子供たちを熱狂させたウルトラマン太郎に変身する東光太郎へ、ウルトラマンレオに変身する大鳥玄を演じた真夏龍さん。今年ウルトラマン太郎40周年を特集したタブロイド特別号がスポーツ報知から発行。そして今回、篠田さんはテレビで初めてウルトラマン太郎の裏側を語ってくれました。最初、一番最初会ったの覚えてないでしょ。僕が決まって、太郎のロケ現場行って、シローさん立ってるんです。覚えてないんだよね。覚えてないでしょ。すいません。僕はね、もう鮮明に覚えてるんです。あ、そう、どうもよろしくお願いします、真夏龍です。よろしくみたいなね、爽やかな、太郎だな、真夏出して、え、暑苦しい名前だな、なんて。それは人が言ったんです。人が言った。舞い降りた地球を守るヒーロー。篠田さんは1966年18歳の時、大映専属の役者としてデビュー。その後、ウルトラマン太郎の東光太郎役に抜擢されました。セブンとかさ、レオとかさ、メビスとかさ、結構カタカナが多い中さ、太郎ってすごい日本的な名前じゃないですか。なんかその頃は知らなかったんだけど、後々になって聞いてみると、初めはウルトラマンジャックとかね、ウルトラマンスターとかっていうのでスター、企画書がね、だったらしいんだけれども、ウルトラマンジャックっていうのは、ジャックっていうのはアメリカの人たちからすると、やっぱり日本でいう太郎とかね、そういうような一般的な名前、太郎ってのは親しみやすいじゃない。今となっては太郎しか考えられないってね。そう、すごく良かった。だから、その太郎っていうのはね、変身ポーズは志村さん自分で考えたんですね。そう、まあ、あの頃変身ブームだったんだけれども、自分の太郎の時はもう自分に任されてて、考えたんだけれども、やっぱり今思うと若い時だからできたんだなと思って、よく走ってるしね。でボクシングを、主人公の東光太郎っていう青年は、そのボクサーを目指してたところもあって、ボクシングはやってるし、それからもう隊員だからよく走るでしょ、もう本当にこれよくこれだけ走って、怪獣と戦って、
怪獣人の足にこうしがみついたり、うん、体に噛みついたりねあんまりなんでもなんか体育会系っていうイメージないですからね太郎はね体育会系、うん、体育会系だよいやいやだから意外となんか爽やか系のうん爽やか青年系っていう か, なんかそういう印象が、うん、強いんじゃないかなと思うんですけど、ね、でもそれはやっぱりこう泥だらけになって、うん、汗かいて走って、うん、でまあ、まあ、事件が解決してみたい時に、うん、そういうこうなんか爽やかさがあったんじゃないかなみたいなのがあるんだけど自分でもおかしいけど一方真夏さんはクラブシンガーだった20代前半の頃知り合いのプロデューサーからレオのオーディションに呼ばれたそうです突然自宅の方に電話がありまして、まあ、何でしょうかって伺ったところ、うん、明日 TBS に来いと、うん、でその時詳しく話すからと、うん、言うんで、翌日 TBS 行ったんですよ、うん、で入ってったら、20人近くいらしたかな もちろん橋本さんと、うん船井監督以下、うん、総勢関係者行って、わかんないじゃないですかわけわかんないじゃないですかわかんないよ ねで何でしょうかって言ったらアクションできるかアクションできるか、うんまあ、ほとんどの質問がアクションできるかね、うんまあ、少林寺拳法やってたんで、うん、アクションは得意だと思いますって、うん、分かったじゃあ廊下で、待ってろって言うんで5分ぐらい待ったら決まったって何が決まった 5分で決まったそうそう本当ウルトラマン3分なのにねうまいうまいウルトラマンレオは1974年に放送開始宇宙パトロール隊の隊長は足の怪我で変身できなくなったウルトラセブンの諸星団でした団隊長が大鳥ゲームを鍛える特訓シーンはレオの名物となっていました寮っていうのは我々いろいろ修行っていうかうん、しごかれるシーンとかいろいろこう厳しい場面が多かったんでしょっていうかねもう大変なもんじゃないですね、うん、まあ過酷っていえばね、うん、このレオのね、うん初回がね、うん、海からの登場なんですようんレオがね、はい、朝から晩まで海ですようわ本当本当にね、過酷、うん、で、うん、で終わってその市場の海のシーンが終わって、うん庭行くって言ったら川ですよ、うん、川、うん、冷たいっすよ、うん、それで、うん、まだあるんですよ、うん、3話が滝、うん、滝、うん、で滝でこれも朝から晩まで朝から晩までね、うん、で滝が流れて空手着来て、うん、もちろんその前に会場に負けてるから、うん、ね、うん過酷な、うん森次団隊長に、うん滝を切ってみろって言うんで、うん、言う方が簡単ですよね、うん、陸から切ってみろみたいなって言って、うん、で散々自分のアップ取ったら「マスカさん!」って帰っちゃうんだからその後に滝切るわけですよ、うん、実際、うんねえいい加減やったら休憩っていいよけんはい休憩ってもう下半身もう冷たくて麻痺してん、うん、ああそうだろうなだからね、うん、足が出ないからね、うん、全身ザバーンしかしちょっと人間扱いじゃないねいやいや本当にねいやもうその3話で完全にこの仕事を受けたの失敗だなと思ってあもうすぐね、よく撮影した五本松の近づいてますか、はい、やりましたねよくねよく撮影したよね五本松とは東京多摩川の河川敷にある松のことここはウルトラシリーズの撮影によく使われていたそうです太郎はね、うん、本当に一話で、うん、ウルトラの母から、うん
ウルトラの命を授かって、うん、もうあのそれで1話が終わる時にね、うん、ラストシーンで、うん、ここに来て、うん、その彼方のウルトラの母ペギー葉山さん向かってね、はいはい、あのお母さんありがとうっていうようなこうマフラーを取ってこうかざして、うん、みたいなのがあったんだよね。感動シーンですね。うん、感動シーンだよ。手を思い出ある何か、あのレオといえば特訓のシーンの一つで投げたブーメランをこう、うん、避けるって特訓で、うん、まあ、そのシーンを撮ったっていう、まあ、記憶がありますよね。そう、ここ五本松はレオがブーメラン特訓の撮影をした思い出の場所。そして今回この特訓が39年ぶりによみがえります。ボトルゲン、このブーメランを受けてみろ。お、行くぞ。空振り、トーパー、トーエア、トーパー。いいね。やりたくなってるな、まだ。いやでもほら、それはあの母出てってダメですね。まあいいよ。時の流れを感じた二人でした。みんなの夢であり続けるために、タロやってる時に子供たちに変身してほしいなんて言われたことありません？子供たちに変身してほしいって言われたことはないけれども、うん、あの頃はあの前半電車で通ってた時もあって、もう撮影で疲れてね、ぐだーっとしてもうそれこそよだれ垂らしで寝てんだろうけど、パッと来たら子供たちがもう本当目の前にみんないて、本当パンダを見るようにうわーってこと見て、もう太郎だって分かってたの。分かってるわけ、ね、うん、だその時はやっぱり自分も少し答えなくちゃいけないなと思って、急にね東光太郎になってして、もうよだれをバッてあったけど、そういうのある？真夏なんかもあのね、恩師のね、先生が新築されたんで、新築祝いに呼ばれて行ったんですよ。当時その5歳ぐらいの、結構おてんばなやんちゃな男の子がいたんですけど、私が入るとなんか急になんかもじもじしだして、あんまりもじもじするんで、呼んで、どうしたのっつったら「返信して」って言うんだよ、困っちゃうね、返信してって。でとっさに「あのね、返信するとね、お家壊れちゃうけどいい？」って言ったら「今日はいい」っていうそのね、印象がね、強烈でありますね。みんなやっぱりこう返信してとかってね、まあ太郎の場合はバチ持ってないから今日はダメだなとか言えるから、なるほど。前もね、以前、自分の家の玄関のチャイムが鳴って、見たらその お父さんと子供がいるの女の子が、で何でしょうかって言ったら、いやウルトラマン太郎のサイン欲しいんですけれどって言うわけよ、いや家に来られても困ってしまってね、でちょっと今日不在なんですけどなんてちょっと言ったんだけれども、子供じゃなくて、そのお父さんが不安なのよ、もちろんその、ね、太郎を見た年代でね、なんだけれども、だから自分たちもその昔月光仮面とかにね憧れて、それこそいろんな風呂敷背中にやって慣れきたつもりでやってたけども、でもある時期でこう終わるじゃない、ちょっともう卒業するじゃない、そういうものに対して。そうですよね。ウルトラマンのファンの方って今って割合こうサインしてくださいっていう方が、40代とか50代の人ってもういるじゃない。そうです。それってのものすごくなんていうかこうある意味でこういう純粋っていうか、いつまでもこう夢を持ってる人たちだなっていうのも思うんだけど、あのね、十数年前にね、あの神戸で、あのイベントをやったんですよ。でその中で、まあ、サイン会もやったり対談やったりっていう中 で終わったらね、すっごいがたいの大きい方がダットのごとくだから向かってくんですよ、ね、うわーっと近づいてきたら、ボーダの涙なんですよ、40ぐらいの方がね、でその時に手出してから
あ、握手なんだって、私も手出したって言ったら痛いんですよ、力強くて、うん、で、うん、で話聞いたら、いや小学校の時にいじめられて、うん、あの自殺も考えた、うん、いや本当に考えたんですって、うん、た時にレオを見て、うん、あ、そうか、空手なら習って強くなれば縁だってんで、うん、そっから、うん、レオを見たきっかけで空手始めたんですって、うん、で今大阪であの大きな道場の主なんですって、うん、で命の恩人ですってあの言われたんですけど、うん、いやだからね当時は影響力あったんだよね、だからそんな影響力のあるね、うん、作品出させてもらったんだなっていうね、なんか責任をね、うん、責任と夢を超えちゃいけないっていう部分の、うん、両方相まった作品にね、うん、あの出させてもらったなっていう、うん、we'll be right back.